サッチャー錯視。サッチャー錯視は上下を反転させた倒立顔において局所的特徴の変化の検出が困難になる現象である。同一の変化は成立顔では簡単に検出できる。この錯視はイギリスの首相マーガレット・サッチャーにちなんで命名された。これは彼女の写真を用いた時錯視が顕著に現れたことによる。この錯視はヨーク大学のピーター・トンプソンにより作成された。この効果は倒立した2つの同一の写真を用いて示される。片方の写真ははっきりと改変され、目と口が垂直方向に反転しているが、この変化は写真が成立しない限りははっきりとはわからない。こうした現象が生じるのは特別な心理的な過程が顔近くに働いており、成立顔が特に効率的な処理を受けるためであると考えられている。顔はそれぞれの類似性が極めて高いにもかかわらず、ある顔が他の顔と同じように見えることはない。我々は顔を区別するための特別な過程を発達させており、顔処理の過程は全体的な配置と同様に目、鼻、口などの個々の特徴の細部に依存していると推測される。顔が倒立した時には、配置についての処理は生じないため、小さな違いであっても検出するのはより困難になる。こうした効果は、僧帽失認の患者では生じない。僧帽失認とは、脳手術や病気などによって、顔の処理が阻害される障害である。このことは、特定の脳部位の損傷により、顔の構造を解析する過程が障害されることを示唆している。反応時間研究発達心理学的側面委員。ありがとうございます。